どうも皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。さあ、先日行われましたドラフト会議、皆さんのひいき球団の結果はどうだったでしょうか。ドラフト会議の興奮冷めやらぬ今日この頃ではありますが、こうしている間にもですね、もうすでに来年のドラフト戦線は始まっています。ということで今回はですね、高校野球 .com の人気企画ドラフト期待度ランキングの2025年度版をお送りしたいと思います。今回選出を行ったのはもちろんこの人、高校野球 .com が誇る野球オタク主筆の川島総一。アマチュア野球とパワープロをこよなく愛し、徹底した現場主義で活動を続ける34歳。今回もそんな川島記者がドラフトで期待の高校生トップ20、そして大学生のトップ20の計40名を選出しました。それではまずは高校生の20位から11位までを見ていきたいと思います。夏の甲子園で活躍したあの投手もランクインしております。最後までぜひご覧ください。19位にはオリックスバファローズの吉田輝星投手の弟大輝投手がランクイン。この夏も2年生エースとしてチームを甲子園に導き、聖地でも粘り強い投球を見せました。また12位には同じく夏の甲子園で活躍を見せた神村学園の今村拓夢選手がランクイン。3番ショートとまさにチームの顔というべき存在で、2年連続ベスト4に大きく貢献しました。その他にも東海大相模の中村龍之介選手や智弁和歌山の藤田和葉選手、青森山田の海老名翔斗選手など中学時代から実績のある選手が次々とランクインする中、ここでピックアップするのはこの選手、横浜高校の阿部陽太選手。1年生夏から5番打者を務め、秋からの新チームでは不動の1番バッターとして打線を牽引。抜群のバットコントロールで右に左に長打単打を連発し、走攻守3拍子揃った逸材として大きな注目を浴びる選手です。1年夏には慶応義塾に、2年夏では東海大相模に、共に決勝で逆転負けして甲子園切符を逃しています。並々ならぬ覚悟で試合に臨む阿部選手に目が離せません。それでは続いて大学生の20位から11位までを見ていきたいと思います。ここでもですね、甲子園を沸かせた選手たちが続々とランクインしております。それでは行ってみましょう。18位には東海大相模で選抜甲子園優勝も経験した大塚ルアン選手がランクイン。華麗なグラブさばきは大学野球の舞台でも健在です。また17位の稲川龍太投手は1年生春からリーグ戦のマウンドに立ち続け、ここまで通算12勝をマーク。昨年は侍ジャパン大学代表候補にも選ばれており、さらなる成長にも期待がかかります。その他にも東洋大の花田朝日選手、青山学院大の中西正樹投手と名門校で研鑽を積んだ選手たちがランクインする中、ここでピックアップするのはこちらの選手、
法政大学の松下歩人選手。強打が持ち味の大型内野手で、2年秋にはセカンドで、そして今年の3年春にはサードで、2期連続のベストナインを獲得。打撃だけでなく、守備力の高さにも定評があり、今年は大学日本代表にも選出されました。ラストシーズンの活躍次第では、上位指名も十分にあり得るだけに、今後の成長にも目が離せません。それではですね、再び高校生のランキングに戻っていきたいと思います。いよいよ10位から1位の発表です。中学時代から名を鳴らした選手たちや、すでに世代屈指と名高い選手たちが次々とランクインしております。それでは行ってみましょう。10位の藤川敦也投手、そして9位の陣内優斗投手は、いずれもすでに最速は150キロに達する九州の剛腕。金本寛太選手や中野大斗投手、坂下蓮投手も中学時代から名を鳴らした実績のある選手で、特に坂下投手は秋季大会でも完成度の高い投球を見せています。5位の奥村ライト投手は、1年秋から横浜のエース格としてマウンドに立ち続け、先輩である西武の杉山遥喜投手のような隙のないピッチングが光ります。そして第3位にランクインしたのが、東海大相模の福田拓斗投手。スピンの効いた最速150キロの直球は、高い奪三振率を誇り、この夏も予選からハイレベルな投球を見せていました。1年生の頃は荒々しかったピッチングスタイルも徐々にいい意味でまとまってきており、完成度の高さに磨きがかかってきました。そして第2位にランクインしたのが大阪桐蔭の森春樹投手。190センチの長身から投げ込む直球は最速150キロ。威力も角度も超高校級で、下級生時から経験を積んできました。スケールは世代屈指で、6位にランクインした中野大斗投手とともに、名門大阪桐蔭を牽引します。そして栄えある第1位にランクインしたのが、健大高崎の石垣元気投手。春には選抜初優勝に貢献し、夏には最速154キロを計測。実績、数字面、ともに文句なしの評価で、第1位にランクインしました。同級生の佐藤龍河投手が故障で戦列を離れていますが、その不安を感じさせない投球で新チームを引っ張っています。来年の夏までにどこまで成長するのか注目です。それでは最後に大学生の10位から1位を見ていきたいと思います。第1位に輝いたのは最速164キロを投げ込むあの話題の右腕です。それでは行ってみましょう。10位の小島大河選手は、東海大相模時代に選抜甲子園優勝を経験しており、松川怜央選手は昨年の大学日本代表強化合宿で、50メートル走5秒88を叩き出した俊足が持ち味。伊藤達樹投手は、
今や早稲田大のエースとして君臨しており、今年の春にはベストナイン、そして大学代表にも選出されました。また同じ東京六大学では明治大の高須博正投手も192センチの長身から153キロの直球を投げ込み、大学日本代表を経験しています。創価大の立石正弘選手は2年春に三冠王を獲得し、他にもベストナインを3度獲得するなど、東京新大学野球リーグ最強打者と称されており、仙台大の渡辺一成投手はクラブチーム通信制高校を経て大学野球で急成長を遂げた波乱万丈のドラフト候補です。そしてその中で栄えある第1位にランクインしたのが東北福祉大の堀越啓太投手。2年前の12月にラプソードで162キロを計測し、昨年12月には通っているトレーニング施設のスピードガンで164キロをマークしたことでその名を一気に広めました。リーグ戦でも150キロ台を連発しており、前代未聞の剛速球投手として大注目を浴びています。このスケールが一体どこまで伸びていくのか、まだまだ目が離せません。さあ、ここまでですね、高校生、大学生それぞれの期待度ランキングトップ20を見ていきましたが、ここからはですね、高校生のランクインした選手たちの取材時の映像をご覧いただきたいと思います。中学時代、そして高校時代とですね、多くの選手を取材させていただいておりますので、その時の映像をダイジェストでご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
ということで、今回はですね、高校野球 .com の人気企画、ドラフト期待度ランキング2025をお届けしました。今回はですね、あくまで秋時点でのランキングとなりましたが、春夏と、時期を追うごとにこれが大きく変わってくるのがドラフト会議だと思います。高校野球 .com では引き続きですね、この人気企画の期待度ランキング、行っていきたいと思いますので、次回も皆さんぜひ、高校野球 .com ご覧いただきたいと思います。